俺の名前は松山作太。地元は北の大地、北海道。高校まで自然に囲まれ元気に育ち、大学進学とともに東京に出た。忘れたふりをしていた俺の青春のすべてだった女性に偶然北海道に向かう飛行機の中で再会した。甘酸っぱい思いが一気にあふれ、俺はついに勇気を出した。32歳になった俺は中小企業の課長という役職に就いた。うちの会社は北海道への事業展開を進めていて、北海道でその件についての会議を開くことになった。俺もその会議に参加することになり、久々の里帰りにウキウキしていた。羽田から千歳に飛ぶ。会議は2日間だけだが、一緒に有給も取って1週間は地元を楽しむ予定だ。ビシッとスーツを着て、なんだか故郷へ錦を飾る気分で誇らしくもあった。実家の親に課長って肩書きが印刷された名刺渡してやろうなんて考えていた。とはいえ飛行機の座席はエコノミー、長時間のフライトじゃない。会社持ちでタダで里帰りできると思ったら贅沢は言えない。自分の座席を見つけ腰を下ろし、しばし外を眺めていた。ここいいですか？静かに確認する女性の声でハッとした。何も考えず機内で読もうと思っていた本を隣の座席に置いていたのだ。あ、すいません。そう言って本をどかそうとして心臓がドクンとなった。その女性は背が小さいんだけど決して幼くは見えず、大人っぽい雰囲気があり、少しハスキーな声が特徴的で、思わず彼女の右目の下を確認してしまった。あった、小さなほくろ。俺が高校3年間思いを寄せ、結局告白もできずに離れ離れになってしまった最愛の葵ちゃんだ。俺は一気に緊張して汗がドドッと湧いてきた。どうしよう、まだ32歳なのに油ぎっしゅな中年と思われたら俺に気づいてるかな。緊張しすぎてほとんど会話もできなかったしな、覚えてるわけないか。声をかけたら変なやつってなるのかな。羽田から千歳までは1時間半。着々と時間が過ぎていく。声をかけなきゃここで終わり。きっと永遠に会うことはないかもしれない。俺も大人になった。あの頃のうぶな子供じゃない。よし、声をかけよう。幸いスーツも着てるし、見かけだけはやり手に見えるよな。あの勇気を振り絞って女性に声をかけた。はい。あの、葵ちゃんではないですか？筒井葵さん。彼女はびっくりした顔をして、え、なんで私の名前知ってるんですか？と驚いていた。まるで俺の顔を覚えていない。そんなに俺って印象になかったのか。まさか誰かわからないくらい老けたとか。俺、松山作太です。同じ高校だった。なんか似ている人だなと思って。そう言うと葵ちゃんはまじまじと俺の顔を見た。俺の方は葵ちゃんに見つめられ、一気に心は高校生に戻っていた。やっぱり綺麗だ、あの頃のままだ。いや、大人っぽい色気が加味されて、もはや完璧な女性にさえ思えた。作太くん、作太、あっ、思い出した。いつもニコニコしてた作太くん。ニコニコしてたのは葵ちゃんを見るとつい笑みがこぼれてしまったからだよ。うん、そうそう、すっごい偶然だね。そうね、作太くん、ずいぶん大人っぽくなったね。一瞬わからなかったくらい。スーツなんて着て仕事か何かで、ね、うん、今回会議に参加で。葵ちゃんは
どうしてるの？今は東京？そうそう、東京に住んでるんだ。今回はね、ちょっと実家に用事があって。うわぁ、サクタ君に再会するなんてすごい奇跡みたい。東京に住んでたんだ。もしかしたらどこかですれ違っていたり、同じ東京だったら東京に戻ってから会えるかも。俺の期待はどんどん膨らんでいった。実家にはどれくらいいるの？俺会議の後有給取っててさ、しばらく実家にいるんだ。もしよかったらご飯でも。よく言った俺。心の中で勇気を出した俺を褒めた。まだわからないんだ。1週間かそれ以上か。ご飯行きたい。ぜひ誘って、待ってるから。俺たちは早速連絡先を交換し、その後も他愛もないおしゃべりをしたと思う。でも実際何を話したかは大して覚えていない。緊張と嬉しさで俺はパニック状態。喉がカラカラになりながら、とにかくひたすら喋り続けたのは覚えている。葵ちゃんとの再会で会議なんか頭に入ってきやしない。どこにご飯食べに行こう、どんな会話しよう。32歳にもなって初めてのデートの時に感じたドキドキ以上の感情だった。善は急げ。俺は早々に葵ちゃんに連絡をし、会議が終わったその足で食事に行く約束をした。夕方18時、待ち合わせ場所に現れた葵ちゃんに、俺は高校生の時と同じように満面の笑みを見せた。お待たせ。大丈夫、俺もさっき来たとこ。なんか変な感じだね、こうして地元で高校生の同級生と待ち合わせなんて。クスクス笑う葵ちゃんを見て、それだけで幸せだと思った。ご飯を食べながら高校を卒業してからの話をした。葵ちゃんは何の仕事してるの？私？無職。笑いながら言う葵ちゃんだった。なわけないじゃん。またまた。無職で東京には住めません。ま、いいよ。秘密のお仕事ってことで。気にはなったけど、それよりもあれこれ詮索して嫌われるのが嫌だった。本当よ。だからね、そろそろ東京を離れて実家に戻ろうかなって考えてた。なんだか葵ちゃんは寂しそうな、疲れたような表情を見せた。じゃあ俺の嫁さんになるとか。なんちゃって。ふざけた風に言ったが、そこには本音が8割だった。もう、サクタ君たら。でもありがとう。そういうのが一番いいかもね。同じ青春を過ごした者同士、分かり合えるかもね。葵ちゃんはそう言ってお酒を一口飲んだ。ねえ葵ちゃん、冗談じゃなく本気で考えてみてくれないかな。いや、もちろんまずは交際をして。俺葵ちゃんのことを高校の頃からずっと好きだったんだ。こうして再会できたのって何かの縁だと思った。葵ちゃんを見た時一気に気持ちが戻ったんだ。高校の時は勇気がなくて言えなかったけど、今言わなきゃ後悔すると思って。お酒の力を借りて一気に言い切った。葵ちゃんは少し驚いたような顔をし、そして困った顔をした。サクタ君、ありがとう。本当に。でもね、私結婚してるの。いえ、正式にはまだ結婚してるの。離婚調停中なんだ。心臓がドクンとなった。確かに結婚していてもおかしくない年だ。でも待て、離婚調停中？離婚するの？あの葵ちゃんが。俺は高校での葵ちゃんしか知らない。それから彼女がどんな風に大人になり、恋をして、誰かと結婚して。俺の中の葵ちゃんはいつも笑ってて、クラスの男子にも人気があった。誰にでも優しくて愛される葵ちゃんだったはず。まさか葵ちゃんの未来がそんなことになっていたなんて。
失敗しちゃった。結婚するまで知らなかったんだ、あんなに傲慢で暴力的な人だなんて。何もいらないから別れてほしいって言っているんだけど、離婚したくないの一点張りでね。今回実家に来たのもその相談も兼ねてだったんだ。ごめんね、こんな恥ずかしい話。でも作太くんが気持ち打ち明けてくれてるのに私が隠し事するってずるいと思って。ねえ葵ちゃん、これからこっそり俺たちの高校行ってみない？え？今から？うん、懐かしいよきっと。どうしても葵ちゃんの笑顔が見たかった。こんな時だからこそ何も考えずただ笑わせてあげたかった。ほろ酔いの俺たちは懐かしい通学路を歩き母校に向かった。葵ちゃん、高校の頃好きな人いた？ずいぶんモテてたよね。そうだな、いたよ。でもね、ずっと片思いだと思ってて結局告白できずに終わったんだ。え？誰？秘密。いいじゃんか、今さら。俺さえ勇気があったらもっと葵ちゃんに話しかけたのにな。覚えてる？一緒にクラスの当番やったの。前の日嬉しくて寝られなかったんだぜ。それは嬉しいお話ありがとう。私の好きな人もね、シャイだったんだろうね。今考えればなかなか話しかけてくれなかった。気になるな、ヒントちょうだいよ。ヒント？ね、いつもニコニコしてて絵が上手なの。授業に飽きてくるとノートの隅に絵を描く人。その絵がいつも可愛い動物の絵なの。俺はドキドキしていた。それってもしかして俺のこと？俺は緊張した顔で葵ちゃんを見つめてしまった。ふふふ、分かりやすいヒントだったかな。言ってくれよ、そしたら俺たち両思いだったんじゃないか。そうだね、私もこう見えて奥手だったし、作太くんと当番になった時私もすっごい嬉しかったんだ。いっぱい話したかったんだけど、作太くんずっと無口だったから私好かれてないのかなって。俺は自分の頭を抱えた。小心者だった俺を殴ってやりたい。そんな俺に葵ちゃんは続けた。びっくりしたよ、飛行機の中で作太くんに再会して。食事に誘ってくれたのも嬉しかった。でも同じくらい後悔したんだ。なんで私結婚してしまったんだろうって。なんか私たちこうしてずっとすれ違い。違う、それは違う。実際葵ちゃんは離婚に向かっているんだ。葵ちゃん、そのすれ違いもこれで終わりだよ。離婚が成立して落ち着いたら始めてみようよ俺たち。ありがとう作太くん。でも私バツイチになるんだよ。だから誰かが言ってたよ、離婚するのは悪いことではないって。自分に嘘をつかなかった証拠なんだって。俺は全く気にしないよ。見ると葵ちゃんの目から大粒の涙が流れていた。今はまだ葵ちゃんのことを思い切り抱きしめたいけど、多分立場的にやめた方がいいと思うから我慢する。でも今心の中でがっちり葵ちゃんを抱きしめてるから、俺待ってるよ。そんな話をした時、俺たちは懐かしい母校の校門の前にいた。葵ちゃんは泣きながら笑顔で、懐かしいね、あの頃に戻ったら絶対作太くんに告白したのに。もし離婚が成立した時
まだ作田くんに彼女がいなかったら、今度こそ作田くんと一緒にいたいな。そういう葵ちゃんの姿は高校の頃の葵ちゃんそのものに見えた。それから半年、葵ちゃんから一切の連絡はなかった。俺もしなかった。不安がなかったかというと嘘になるけど、あの夜気持ちが通じたと思いたい。今度こそ俺が葵ちゃんを幸せにするんだ。その思いだけで毎日をやり過ごしていた。一方、俺の会社では北海道に新しく支店ができることになり、俺の移動が打診されていた。そんなある日、電話が鳴った。もしもし、作田くん？葵ちゃんだった。久しぶり、元気にしてた？うん、作田くんは？元気だよ。仕事でね、北海道に移動になるかもしれないんだ。本当？私ね、やっと独身に戻りました。葵ちゃんの声は清々しかった。おめでとうでいいのかな？いいよ、おめでとうで。すっきりした。じゃあ近々お祝いしようか。うん。俺たちは初めて東京で会った。半年ぶりに会う葵ちゃんは前回会った時より笑顔が多くほっとした。作田くん、北海道行き決まりそうなの？ほぼほぼ決定かな。私も地元に戻ることにした。校門でした話覚えてる？うん。俺気持ちは変わってないよ。一緒に北海道に行くのって完璧運命だとも思う。葵ちゃんはクスクス笑いながら、私もそう思う。葵ちゃんの言葉と同時に俺は葵ちゃんを抱きしめた。ずっとこうしたかった。私も。葵ちゃんも強く抱き返してくれた。それから俺たちは互いに東京で引っ越しの準備をし、共に北海道に引っ越した。俺の勤め先は旭川で、葵ちゃんは札幌。半年の間は遠距離恋愛となったが楽しかった。毎週末俺は札幌に出向き、連休になると葵ちゃんが遊びに来てくれた。今までの空白を埋めるように俺たちはいろんな話をし、いろんなところに出かけた。そして1年後、俺たちは結婚した。旭川勤務3年目で俺は札幌支社に異動となり、慣れ親しんだ土地で愛する妻と暮らしている。できればこのまま北海道勤務を続け、定年を迎えたいと願っている。これが俺たちの馴れ初めです。